まあここに入る単語って何？ Stand up movement of the head used in many countries to show that you agree with or understand something。 頭を上下に動かし、多くの国で使われる。それは、ね、何かを理解したり同意した時を示す姿。うんうん、うなずき、ノート。大丈夫パッと、主に肩です。肩を叩く。シェイクは、まあ、ウィンクは、まあ、自分でしてみたら分かるんじゃないでしょうかっていうようなところですね。はい、次です。出た。はい、有名なやつですね。はい、先にパッと答えを言ってまず皆さんのリアクションが1なんですけどね。大丈夫ですかね。だいぶ鍛えられてきましたね。はい、結局連鎖関係代名詞だから、まずここの構造がおかしいことに気づけたら勝ちなんですよ。 SVVO は絶対おかしいよねっていうことに気づきます。でこれに気づくと、あれ I supposed to、 なんか先生言っとったなって、こういう抽象的な I thought とか、あとは I believe とか、まあ、もしくは聞いているよ、they say とか、あ、まあ、まあ、これはよく they say で言うか、とか、私は思うに、I suppose とかね、こういった形っていうのは、I suppose とか、これらは基本的に関係詞の直後、まあ、パターン、2パターンしかないから、which もしくは who の後に、これらの大変抽象的な S プラス V が挿入されてるんですよね。後から入っている、ね、ですから初めからこれがないものだとすればめちゃくちゃ簡単なんだよね。試験を通るだろう私の友達。そうするとここには単純に風を入れればいいよねってできるよね。これなかったらだってめっちゃ簡単だもんね。でちなみに、必ず関係詞は2分を1分なので、ここにちゃんと主文はあるよね。 My friend has failed、 友が落ちたんです。でこれはね、試験を合格すると私が思っていた友達が落ちたね。訳も取れるね。大丈夫だよね。これを英語では連鎖関係代名詞と言います。よろしくお願いいたします。3番は昨日触れたんで説明は割愛です。S hard, hardly の形。まあ一応ここだけ丁寧に変えておきますか。はい。S hard, hardly and down the house when、the telephone rang。はい、ということで、家に入るや否や電話が鳴ったっていう言い方で大丈夫です。4番ですね。これね、結構ね、現役生で普段授業を持ってる子には言う機会もあるんですけれども、やっぱり使えるようになってねっていうのは、エブリタイムという接続詞、連合接続詞でニョロニョロするたびに使い勝手大変いいんで、彼はやってくるたびに何か面白いものを私に持ってくるっていう風なところです。エブリタイムで連合接続詞2語以上の接続詞が成立するいうなところです。はい、5番目ですね。はい、 Some people are unable to take advantage of opportunities。 Take advantage of は何々を利用する、まあ機械などを利用するときに使われます。要するにちょっとね、目に見えないようなもの、概念ね、機械を利用する。具体的なものだったら make use of になるんで、はい、人によっては何々を、for fear of、恐れて、うん、はい、ですから何々することを恐れてです。ミスをすることを恐れて機械を利用することができなかったりする。 for fear of でやりますね。まあ何々することを、まあ、何々を恐れてでいいかな。でこれは特に for fear で S プラス V もできます。
何々することを恐れて。これね、この形2つ覚えておくといいのが、これもあります。In case of ニョロニョロ。ニョロニョロの場合に備えて。あとは、In case S プラス V。ニョロニョロする場合に備えて。やっぱこの2パターンが3年生になってからの接続詞で必要かな。ここに as far as と as long as をしっかり入れておけば、ある程度受験の文法問題はもちろん基本がね、備わってる前提ですけど対応できると思われます。優しめな問題が続いた、優しめというかね、あのこうなんか割と見たことのある問題が続いたところに出た。なんか久しぶり感ですね。ヤッホー久しぶりですってやつです。不定詞のところで登場するんですけれども、まず considerate は思いやりのあるです。で形容詞取ってますから It is 形容詞型の構文です。だから3か4かで選びます。次に思いやりがあるというのは人の性格です。出ました、こうでしたね。 It is 形容詞ね、形容詞が人の性格を表すときにはこうだね。人の性格を表すときにはフォアではなくフォアって書いておいてこうした方がいいか。この構文ですけれども、人の性格を表すときにはフォアではなくオフになりますので、正解は4番です。はい、訳の方も後ろから訳す感じになりますね。毎日病院までおばあちゃんを看病しに会いに来るだなんて、彼はとっても思いやりがあるねっていう、何々するなんてっていう限定的な役の仕方を取ります。お、出た7番。これがね、取れてるといいね。センターの時のね、ここのね、正答率が低かったんですよ。ほとんど、ほとんどって言ってるとこれうまく訳せない。後ろがこうだもんね。 James decided not to touch any other object in the store. お店のいかなる商品にも触らないことを決めた。これがほとんど何々したで考えたら矛盾しちゃうから、はい、きちんと分かってないといけない。 Almost はこうなんです。もう少しでニョロニョロしそうになる。つまりオールモストは実際にその出来事は起こってないんだわ。高級なガラスの花瓶をもう少しで落としそうになった後、ジェームスはもう触らないと決めたの。これね、オールモストほとんどだけで覚えてると取れないです。日本語的に考えちゃって、なんか他のやつ考えるんですけど、他のなんかそのアットモスト、せいぜいとかモストとかも合わないんで、これ両問です。オールモストはその行動が起こりそうで起きなかった時を表します。これは読解でもいるんでぜひ覚えておいてください、ね、だから肯定文だけどその出来事は起きてないから、それで悩ましい問題って作れるんですよ。はいね、ここが両問だったです。意外と。そして8番、やってまいりましたね。 There would sometimes beあのね、これ有名なんですよ。もう覚えてください。As many as で、後ろに数字が来ます。こっち数えられるとき。当然数えられないときは as much as です。これまた数字が来ます。これ数えられないときです。これ強調になるんだ。数字もの。ものって強調したい方なんだわ。時にまあなんかその実、まあ1号でなんかね、その実のね、ベリー、まあベリーか、ベリーを摘む時期になると一つの畑に35人から40人もの人がいるよっていうふうな言い方です。
先生、これ層で書き換えできないんですか？できないわ、これ層メニューアズの、よくあるほら層ファーアズとアズファーアズとかできるけど、これ層の書き換えできないので気をつけてくださいっていうようなところです。よいしょ。はい、9番、ペリーは働き者だから出世すると思うよ、一語不要で、結構皆さんの様子を見ると多分頑張って勉強してるし知恵知識は身についてきてるんですけど、慣れてない感を感じた。 So, as, have, to 形容詞、冠詞、名詞、こんなフレーズはだいぶ頭に入ってきたんだけれども、それをやっぱり応用する機会ってあるっていうふうに、思ってもらったらいい。で、いきなり答えじゃないよ。こうやって考えるんだよ。いきなり答えじゃないからね。ペリーは働き者っていうのはまずこうなんだよね。ペリーは hard worker になるんでしょ？こうだよね。で、ここにそうざっとを組み込むんだよね。で、そうざっと組み込むから、そうっていうのは当然この hard につくし、Pelly is っていうここの部分を、まあ、この赤色が問いなんだけど、so をここに a hard worker に組み込むから so had a worker だよ。なんかこの辺にね、慣れてなさを感じたかな。で、そこに、はい、先ほど出てきた、じゃあこれ青いの切っとくけど、so that を入れる。で、I think he will、まあ、一応書いておく。 I thinkHe will. ね、ああ出世すると思うよ。まあうまくやっていくっていうのを make one's way っていう言い方あるから、まあ、そこまではもうあとなんとなく入り込んだらいけますんで、うまくやっていく make one's way です。はい、っていう風なところで、多分ミスとしてもしもこうでしょう。So hard worker ね。多分頑張ってこの夏で勉強し、いろんな話聞いてて、ああ、あったなってだいぶなるとは思ってるんです、昔よりも。え、何これだったのが、ああ、あったあったってなるんですけど、あとはそれを応用できるかどうかがね、っていうなところです。うん。はい、一応10点満点つけといてください。1問1点で、最後の並び替えは2点です。出てるから、そういうのをね、こうやって応用することは大事。